タバコの人っててイイライラししるでしょあれなんでかっていうと、あのもう何ダウン系になってるの、どんどん、めんどくさくなる、みんない何もやりたくなくなるんですよ、バコ吸ってる人って、イライラするし、でもやらなきゃいけないから、めんどくせえななんなんでイライラするっていう、タバコ吸うと、ちょっといい人になるでしょ、うん、あれ、どん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 気沈んでるんですよ、タバコ吸わないと、タバコ吸うとキュンって上がるんですよ。 うん、血管、きゅーってなって脳に酸素が落ち着くもんだと思ったら違うんですよ。あれアップ系なんで分かりやすく説明したいんだけど例えばね例えばウポポイウポポイじゃないねあのなんだっけな例えばタバコ吸わないのがここだとするじゃない俺,俺のここ、ね、こ,こ,がここがタバコ吸わない人の精神状態。 で、すよキュッてであるとねここまで上がると、楽しい、楽しい、あはあはなんか何でもできる気がするっていうのが、タバコだけど、ここが、例えばね、ここだったもんが、じゃあ、それも切れるんですよ、ニコチンが切れてくると、キューって戻るんだけど、ちょっと行き過ぎちゃうわけ。イメージとしてね。あれ前、ここだったのに、なんか、ここでなんか保ってたのに、なんか下がったぞ。 あれ、なんか、なんかちょっとや,やる気なくなってきたな。でもタバコ吸えば上がるかって、タバコ、ブーって吸うんですよ。タバコ吸うとキューって上がるわけ。でも前ほど上がんないわけ。耐性ができるから。これ、や、耐性って言うんですよ。例えばお酒どんどん飲,む飲んでる人って強くなるでしょお酒強いねーって言うけど、あれはお酒が強くなったんじゃなくて、体に耐性ができて効かなくなってるんですアルコールが。これ体の体だから、耐性ができるってことはそれだけどっかがおかしくなってるってことなんですね。わかる それ、抵抗、抵抗がなくなって、どんどん。うん。で、キューって上がるんだけど、下がるんですよ、また。ヒューって。あれ、より下がったぞ、と。ああ、吸わなきゃ。吸ってピューってけど、前のここまでいかないです。一発目に勝てないから、体勢できるここぐらいまでなです。これが体勢です。で、また落ちていくんだけど、ここで止まんないの。うーんっていくわけ。あ、また吸わないと。うーん、うんってやっていくうちに、基準がここぐらいまでなるんですよ。あれ、常に、常になんか、 だるいなとか、ね、やる気起きねえなとか、あ、なんか、何もしたくねえな、あ不幸せだってなるわけです。で、タバコ吸うじゃないですか。タバコ吸うと、ぐーっと上がるんだけど、気づいたら、ここまでしか上がんないんです。つまり、一番最初の段階までしか戻んなくなるわけ。体勢がつくから。で、また下がる。上がる。下がる、上がる、下がる、上がるって、どんどんあって。で、下がる。 で、タバコ吸う、上がるけど、戻んない。あれ前より戻んないぞ。いもう、吸わない、最初、一番吸わない、一番、一発目吸わない状態から、この状態が続くんですよ。で、じゃあどうするか、一本のとこ二本にしましょう。で、キュンってんだ、あ、戻った、戻った。ドーン。一本、二本、三本、ドーン。一本、二本、三本、四本、ドーン。一本、二本、五本、ドーン。十本、二十本、三十本ってこうなんです。わかるだから、どんどん、本数が増えるの。 で吸った結果、ここに戻ってるだけ、一番最初に戻ってるだけなんです。わかるだから手出さない方がいいんです。これわかんない、みんな理解できてないんですよ、ここね。これが耐性ってやつです。だから俺、なんであたりちゃんそんな元気なのなんでそんなに、なんかいろいろあっても大丈夫なのタバコ吸ってないからです。タバコ,タバコ吸ってないからです。 うんだからもう仕事しててももうしょっちゅうタバコ吸いに行く人いるじゃないですかもう自分のメンタル保てないんですよ自分のメンタル保てないやる気が起きないやってられないやめたいああ鬱つだなるんです違うんですニコチンの抵抗性がついてるわけです吸ってやっと正常うん だから、うつの、うつの始まりはタバコなんですよ。うん。とか、例え本人が吸ってなくても、旦那さんが吸ってるとか、で、腹流炎でニコチンの抵抗性がついちゃってて、どんどん落ち込んでいくとか。だから俺、タバコ吸う女とつ、あの、結婚しないと決めてるんです。どんどん落ち込んで卑屈になっていくから。どんどん卑屈になっていくんですよ。タバコ吸う女って。 どんどんいくつになっていくる。で、俺が、で、無茶なアイディア言ったりとか言うわけですよ。なんか無茶なアイディア言って、で、それを押し通して、自分の影響力を保とうとかするわけですよ。うん。どんどんと自分の影響力がなくなっていくからで。もっと言いましょうか、もっと言うと、なんで、バコ皆みんなバコ吸ってパチンコったことあるパチンコ タバコ吸ってる方、はいパ、タバコ吸ってて、パチンコやったことあるよっていう人。当たった瞬間タバコ吸いませんか当たった瞬間タバコ。あ、なんでかっていうと、俺なんかはさ、当たるとさ、よっしゃーってなるけど、よっしゃーって。わかるタバコ吸ってるやつって、タバコ吸ってた、吸うでしょあれ、当たった瞬間吸うでしょ当たるまでなかなか吸わないけど、うん。

観光地行って絶景見てるんだけど、いきなりちょっとタバコ吸ってくるわっ、つって、喫煙所に行く人いるでしょ例えば喫煙、灰皿があってさ、すごい絶景でさ、わあやっと来たねーとか言いながら、あ、ちょっとタバコ吸って、え、見ないのっていう。ちょっとタバコ吸ってくるわ、って行くでしょあれなんでかわかります理由がある、ちゃんと。ちゃんと理由があるんですよ。なんでかっていうと、さっきのこれと一緒。これ、これと一緒。もう常にこうなんですよ。で、 でも感動してるわけなの。でも普通の人はタバコさんに人当たると、ギュッ、当たったーとか、わー、綺麗な映像だねとか、綺麗な風景だねとか、これ何回かここで話してるんだけど、また改めて話すと、ね。とか、いいことあった時にキュンって上がるんですよ。で、幸せだと思うわけです。そういう仕組みは脳ってのは。だからこれは、なんか、あのー、ドーパミンってやつですね。ドーパミンだとか、あのー、てか、出てね。 ファって幸せな気分になるんですよ。うわーすごいって。これすごい、覚醒剤何倍っていう。だからみんな感動したんです映画見て感動して泣いてギャッて上がったり、いい映画見てガッてガがたいい絵見て、あーすごいね、この絵とかってギュッて上がるんですよ。これドーパミンって言って最高の麻薬なんですね。これはね、無料だし、捕まりません。いいですか感動という麻薬は、合法かつ無限に作れます。うん、うん、わかりますかうん。 名言でですよでだけどタバコ吸ってる人ってこうなんですよ、言った通り、数値的にこうなの。でじゃあ、じゃあね、当たりました、きゅんっていう、あれおいしいもの食べました、ああ、みんながおいしい、おいしいって、いう響かなかった、<laughs> ね、分かるときは来るよ。ねね 美味しいもん食べました。うわ、俺たちが、美味しいこれもう一回食いたい。いや、マおカヤうまいわーって、ここなんだけど、タバコ吸ってる人って、食べました。あ、うまいね。いや、おいしいおいしいおいしい。ここなんですよ。あれみんな言うほど感動ねえぞ。タバコ吸うて、キあ、やっと、やっと幸せになれました。でも、ちょっと、ちょっと正常値らかった。でもすぐチューン。さあ、もう行こうか。 タバコ吸うやつは感動ができなくなるんです。どんどん冷めていくんです。そう、感動が薄くなるんです。なぜならドーパミンが出なくなるから。出たとしても、その出たとしても、ダウンの状態から始まっているから、ドーパミンがせっかく出てんだけど、みんなと違うんですよ。だ楽しいがなくなるの、どんどん、タバコ吸うやつって。わかるだから、ね。 300回、400回までち当たらない。500回まで、やった、当たった。くっそ、やった当たった。うわ、格変だってみんな,なると、やった、どこまで行くるかなってなるんで、みんなこうなるの。楽しいな、パチンコってなるんだけど、ダーってやって当たるんだけども、てってれっててててて、あれいまいち感動がねえぞ。一本吸うか。ひょ、ー、ぎゅーん。まあまあ、こんなもんか。まあ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 、当たったよ。当たればいいか。 ふでも、たぶん、またはまってくる。当たるでてれてて、あれあたっても感動しないふ。みんなが見てる感動の景色。うわ、すごいな、エベレストってすごいな。ね、ここだから、エベレストってすごいな。あれみんな言うほど感動しねえぞ。でもなんか、うん、タ,バコタバコ吸わないと、もうちょっと足りねえな。タバコ吸うから、ふう、いや、来てよかったな。ふー帰ろうかってなわけなだ。たば吸うやつと冷めてるんですよ。 卑屈で冷めちゃうわけかるこれがニコチンのシステムです。これがニコチンのシステム。うん、ただから本数増えると、どん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 やる気は出るんだけど、正常値戻っただけ。で、これ、タバコやめると戻ります。 タバコやめると、これがだん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 上がってくるんですよ、ゥン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 やめ、まあ、すいてぇな、推いてな、推いてな,な、でももう体はやめとこう、やめとこう、やめとこうって、これ戻るんですよ。ってなると、ちょっとしたことで、おいしいってなるわけ。だからタバコやめると、太るんですよ。あれは別に、栄養素がいっぱい取り込んタバコやめると食欲が増すんじゃなくて、食に対する感動が増えるから、おいしいもの食べちゃうんですよ。 美味しいものはあるからだからタバコやめると飯とか興味なかったやつがタバコやめると飯に興味がとたんでるからいろんな料理し,し始めるしいろんなとこ行って飯も食うしっていうでどんどんだからタバコやめたら太ってさっていうのは別にニコチンがそのカロリーを消費してたわけではなく食に対する興味が湧いて美味しいと思うんですよご飯美味しくなったっていうのはつまりご飯がもともとしいって感動があるんだけどニコチンのせいで抑えられてるわけ。 つまり足引っ張られてるわけだ上がりたいんだけど、こうっておこうって押さえてんの、でも、りこちがなくなると、普通にもう上がってくから、だから太るんですよ。分かっただからタバコはやったほうがいいですか、やらないです、やらないほうが幸せですか、タバコを吸うと不幸になるんです。分かるもし日本人のし幸せな気分、幸せさせたいとか、ね、日本人のた、あのー、幸福度を上げたいんだったら、タバコをやめるべきなんです。 いいいいいですすかここれ結構いいこと言います日本人の幸福度を上げたかったら、とりあえずタバコの自動販売機を全部撤去です。全撤去。タスポだとかそういうことなしで、全撤去です、自動販売機。で、店、値段を上げます。いいですか、自動販売機全撤去、値段を今の2倍にします。 ほんで、買うときは必ず身分証明書を提示しなきゃ買えない、店とかでも。で、やるだけで日本の幸福度が倍になります。倍以上になります。これはもう確、確定ですよ。確定だし確実な理論です。しかしながら、どこでも買えるから、いくら金があっても、いくらインフラが整っても、みんな不幸になるんですよ。不幸でなんか幸せがない、幸せがないって言うんです。俺なんかもう全然楽しいわけです、毎日。うん。 ちょっとしたことでだって感動できる。わあ、トマトなったとか、ね、ニワトリが卵産んだってだけ、ほわーってなるわけですよ。で、クニ君が割り算できるようになっったら、ああ、いいねとか、うん、そんなこと感動できないから、もっとやれ、もっとやれになるわけですよ。こんなもんじゃ足りないと。うん。ちょっとしたことで感動できなくなっちゃう。うん。わかるあの頃良かったものも全然よく見えなくなっちゃうし、 それはタバコを吸うからです。俺ほどの感動はないと思うよ。タバコイいだって感動するけど、俺の十分の1だと思うよ。タバコ吸ってたら。もったいないね。10倍感動あんのに。自分で金出して感動値下げて、うん、スパイラルに入るんですよ。だから、だから俺は、うん、あんたの10倍俺感動してるから。 そういう脳の,の作りなんだもんだって。わかるだからタバコ吸い合ってバカなんですよ。わかるちょっと厳しく言いますよ。タバコ吸ってバカです。どんどんスパイラル入っちゃう。本当はこんなべっこで幸せをあるのに、全部それが自分の足で踏みつぶして、うん、リスクの高い幸せしか見てないの。もっと金だ。うん、もっと女だ。 土地だ人間をどれだけひれ伏させるかとか、なるわけですよ。うん。でもやめれないんだよ。その、不幸、どんどん、最初の不幸に耐えられないから。最初の不幸に耐えられないから、やめられないんですよ。ちょ、こんだけの幸せのためにね、金使って体悪くしてるわけ。やめて、ポーンって捨てりゃ、勝手に戻んのに体は。うん。 だ酒飲んでさ、酒飲んでさ、ビール水だとか言ってるやつがさ、入院してた酒飲めなくなったりね、例えばなんかおかしい、刑務所入って3年ぐらい酒飲まなかったときね、うん酒飲ま、酒飲まない状態が続いたときに、ビール水だって言ってたと3年、無所に入って出てきてビール飲んだら、もうクラッてやって、ああ、もう酔ったわーってなるわけですよ。つまり、体制っていうのは、体制っていうのはしばらくすると体が勝手に元に戻すんですよ。これ、恒常性っていうんです。ね。 これ、ホメオスターシスって言うんですね、これはね。うん。これを、皆さん勉強になホメオスターシスって言うんです。つまり、向上性。一番ベストの状態で保とうとする体の状態ホメオスターシスって言うんです。もう一回言います。向上性ってやつです。タバコ吸わない、酒やめたって、無所入,入ると、みんな、キラッキラして帰ってくるんですよ。うん。キラッキラになって帰ってくるわけ。なぜなら、ちょっとしたことで幸せになれるからです。だから、酒、下火に、ま、酒飲んだあったら、 ああ、もう、もうダメだもう酔っちゃったってえー、お前そんな弱くなったねーっていうのは弱くなったんじゃなくて、体制がなくなったんです。ね。そういうことですよ。